はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセガンタリー、幼いと申します。この動画は、普段、弊社の個別指導講座というサービスで対面でご受講いただいて行っております、心理学系の大学院受験者のための心理学英語講読会をより便利に、そしてよりリーズナブルにご利用いただこうというものです。生放送で収録しておりますが、アーカイブを必ず公開してまいります。 毎回5分程度でコンパクトにお話しいたします。ご一緒に心理学英語の勉強を進めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。えー、本日は Chapter 2 Biological Foundations of Psychology ということで前回から続いております。心理学の、<coughs> 失礼しました。えー、生物学的基盤っていう感じですかね。で本日は この下の文章ですかね。This traveling impulse or action potential is caused by depolarization.